ツハッピーはママとお買い物へ。ピースはお留守番です。置いていかれた状況を理解できないピース。あれ、僕置いていかれちゃったの？玄関の扉に向かって僕ここにいるよと訴えています。置いてかないで。自分ではどうしようもないことは分かっているみたい。ハッピーはこういう時まず怒るけど、優しいピースは戸惑うばかり。背中から哀愁がけなげです。ママが帰ってくるまでずっとこうしていました。ちなみに旦那も一緒にお留守番しているんですがね。よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。